は、9月29日、木曜日ですね、今日は。本日のウィード動画ですね。ですね。始まりましたね。始まりました。今日はなんかですか？今日は、いろいろたくさんの、明日のイベント告知がたくさんあります。何から行きますか？もう全部。じゃあ、いらっしゃいもらいます。こちら、ゴーゴーフライデー、明日のオープンが10時からですね。10時から朝の5時までバー1で、オールミックスのパーティーが DJ のイベントですね。そうですね。ポジティブイベントゴーゴーフライデー、8月より開始されたみたいですね。これ行ったらポジティブになれるかもしれないですね。いいっすねあとこちらは、グリードで EGC のキーン主催のバーベキューアットグリード。グリードの EE が大文字なんまた注意しとかないとダメなんですけど、これ昼の3時から無料でビール飲み食いし放題、なくなり次第終了ということで、これ結構キングの友達とかの方がいい感じなんですよね。友達って言ってませんでしたか、本人は。そうですね、キングの友達やったらもうどしどし来てください。知り合いならガンガン来てもらえれば。まだその情報はこっちに入ってきて全然なんか緩い感じなんですけど、ぜひ知ってる人は来ていただけたら嬉しいです。なんかあるんすか？そうですね、同日東京の方ではね、昭和レコード主催のね、ハンニャ、シンゴにしなり率いる昭和レコード主催のイベントがあって、先日大阪でも25日行われたイベントで、今回は、ハンニャさんのあれですかね、リリースライブみたいな感じですかね。で、東京編がオジロザウルス、リュウゾウ、ノリキヨ、スパイシーチョコレート、キトで、ハンニャ、シンゴにしなりっていう、こんな豪華なメンツで、渋谷オーイーストの9月3日6時からこんなイベントがあるみたいなんで、東京近郊の方はぜひ。で、まあ、ハンニャつながりで、来週ね、10月8日は、ハンニャのブラックレインリリースツアーで、場所はいつもの奈良県民にはもうお決まりのネバーランドで、こちらは夜の10時からで、チケット前売り2500円、もちろんあのグリードにもありますので、よかったら来ていただけたら、僕もこの日リリースライブさせてもらうんで、ゴードと僕とリリースライブする感じで、で、ちょっとフライヤーが手元にないんですけど、明日10月1日が神戸の太陽と虎っていうとこと、あとは次の日が10月2日が昼の5時から和歌山のごぼうでノートロっていうイベントでリリースライブさせてもらうんで、近郊の方はよかったら来ていただけたら嬉しいです。で、あとね、先日ちょっとこんな雑誌を持ってきてくれた、ローバイトっていうなんかコークヘッドのボーカルの方がやってる、フリーペーパーというかフリーマガジンですね。釣りのフリーマガジンですね。なんかもっと釣りを結構いろんな視点から見てほしいっていうことで、結構釣りって地味なイメージがなんか結構あるっすよね。そうですね。けどこの雑誌はこういろんな視点からね、こういう若いお姉さんとか、こういうなんていうんですか、なんかいろいろサマソニの広告が入ったり、ちょっと前のやつなんですけど、なんか1年に4回ぐらい発行されるらしくて、またできたら持ってきますということで、かなり面白い雑誌だったんで、6、7枚ぐらいしかないんですけど、店頭来ていただければ全然、配布させてもらいますので、よかったら釣り好きの方もこれから興味を示していこうかなっていう、示しておかしいっていう方もどんどん来てくださいぐらいですかね、今日は。そうですね。そうですね、なんかちょっと暑いですね。暑いですね。珍しく暑いですね。って感じで。そんな感じで。はい。いけるっすか？もう全然大丈夫。そんなこんなで。
本日のグリード動画でした。さよなら。ありがとうございます。